この動画はノイジー選手のバッティングフォームとミエセス選手の肉体改造に続き、2月1日のキャンプ最新情報をお届けする動画です。ノイジー選手とミエセス選手の動画をご覧になっていない方は、概要欄に載せておりますのでぜひご覧ください。今回は佐藤輝明選手が初日に取り組んだ居残り特集、そしてブルペン入りを回避した4選手などについて詳しく紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルは熱狂的な阪神ファンによる阪神だけに特化したチャンネルになり、阪神に関連しない動画は一切投稿しません。そのため、チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。まずは佐藤輝明選手の特集から順に見ていきましょう。昨シーズンはサードに守備位置が固定されたものの、20失策を犯した佐藤輝明選手。スローイングにも不安定さが残っており、岡田監督もたびたび苦言を呈していました。守備走塁を担当する馬場コーチは20失策という数字について、早急でもファーストの大山に助けられてその数字だからね。二遊間ならわかるけど、三塁では多すぎる、と指摘。続けて、足が動いていないし、今年は監督も許してくれないでしょう。素人だと思って教えますよ、と語り、春季キャンプで徹底的に鍛え上げる方針を明かしていました。さらに、ノックの数を受けないといけないでしょうね。打つ方との兼ね合いもあるし居残りかな。あとは本人がどれほどの覚悟をできているか、とコメント。守備意識の変化を求めました。そして迎えたキャンプ初日。ランチ特打に参加すると、77スイングで5本の柵越えを記録するなど、順調な調整ぶりをアピール。ドライブラインで解析を行い、見つめ直した新しいバッティングフォームでしっかりと捉えた打球を飛ばしていました。そして全体練習を終えた後にはサブグラウンドへと移動し、馬場コーチが語っていた通り、特集を敢行。約100人のファンや平田ヘッドコーチなどに見守られながら、約40分間の特集でみっちりと守備を鍛えました。弱点と指摘されていた三塁線の打球を中心にノックを受けたため、肉体的にかなり厳しかったはず。時折ミスを犯す場面もありましたが、高い守備意識がうかがえました。岡田監督が就任した直後の秋季キャンプでは特集を途中で離脱し、リタイアしたらあかんわな。ノックの数も受けれないということやんか、と苦言を呈されたこともありましたが、今回はリタイアすることなく完走。キャンプ初日からしっかりと追い込んでいるのは素晴らしいことだと思います。特殊は守備力の強化につながるだけでなく、下半身の強化にもつながる重要なメニューです。下半身強化はバッティングにも生きてくるため、ノックはメリットの大きい練習といえます。体力的にはかなりきついはずですが、しっかりと取り組んでほしいですね。岡田監督はレギュラー白紙と語っていますが、サードのレギュラー筆頭候補であることは間違いないので、今シーズンは不動のレギュラーとして1年を通じた活躍に期待しましょう。続いて、4投手のブルペン回避について見ていきましょう。今回の1軍キャンプに参加している20人の投手のうち、16人が初日からブルペン入り。昨シーズンのリベンジを誓う青柳選手がブルペン一番乗りで投げ込むと、MVP を獲得した村上選手がチーム最多タイの50球を投げ込むなど、初日から熱気にあふれていました。岡田監督が期待を寄せる門別選手は最後にブルペン入り。岡田監督や巨人のスコアラーなどが熱視線を送る中、37球を投じ、岡田監督は最後まで見守っていました。初日にブルペン入りしなかったのは4人。来日して間もないビーズリー選手とゲラ選手は共にブルペン入りせず、ビーズリー選手はノースロー調整となりました。ゲラ選手は2日にブルペン入りする予定となっており、明日は入りたいなと思います。どんなマウンドなのかも気になっていたので、低いのか、高いのか、自分にどうやってアジャストできるかを見たい、と語っています。調整が遅れているわけではないようなので、安心です。昨シーズンの春季キャンプではなかなかブルペン入りしないブライアン・ケラー選手に対して岡田監督が苦言を呈し、シーズン途中に退団するという出来事もありましたが、ゲラ選手は意欲的な様子。最速164キロを記録したシンカーを見てもらいたいと語っており、
ブルペン入りが非常に楽しみです。日本人選手では1月下旬に体調不良があり大事を取って先乗り自主トレを見送っていた才木選手と大竹選手がブルペン入りせず、大きなアクシデントがあったわけではなく、アピールよりも開幕に向けた調整を優先している様子。大竹選手は、去年は移籍して最初で第一印象も気にして初日から試合行けるくらいな感じでしたけど、今年は違う。しっかり下地を作ってから、ピッチングにつないでいく感じですね、と、ブルペン回避につながったスロー調整の意図について明かしています。才木選手も以前、去年ほど初っ端から飛ばさなくてもいいかなと。ある程度、岡田さんとか、投手コーチにはこれぐらい投げられるというのは把握してもらっていると思うので、と語っており、それほど心配は必要ないでしょう。岡田監督も、去年ブレイクしたやつは慌てずに、外衛かもわからんけどな、と語っていたので、焦らず自分のペースで調整を進めてほしいですね。そして、唯一ルーキーで一軍キャンプに参加している椎葉選手がブルペン入りしてピッチングを行っていた際、岡田監督の指示でキャッチャーが中川選手から坂本選手へと交代。現在の投手陣を誰よりも把握している坂本選手に受けさせ、椎葉選手の現状を把握しようと考えているのでしょう。こういった細かい指示でも岡田監督の凄みを感じます。タイガース OB の岩田氏は、椎葉選手のブルペン投球を映像で見守り、球児さんより久保田さんのタイプに見える、とコメント。スピンの効いたストレートを投げ込んでいた藤川氏タイプではなく、重いストレートを投げ込んでいた久保田コーチタイプだと分析しました。椎葉選手、そして2日にブルペン入りするゲラ選手は貴重な新戦力なので、早くタイガースにアジャストして開幕1軍を勝ち取ってほしいですね。2軍でも石黒選手や津田選手、松原選手といったルーキーなど12人がブルペン入り。変化球も交えてピッチングを行い、順調な調整ぶりをアピールしていました。1、2軍合わせて最も多く投げ込んだのが、3年目を迎える鈴木選手。ドラフト2位で入団しながらも制球難に苦しみ、ここまでは1軍登板がゼロ。2軍でも思うような成績を残せておらず、厳しい立場に置かれていることは間違いありません。強い危機感を感じているのか、精力的にピッチングを行っていました。今後も多くの選手がブルペン入りすると思いますが、過度なアピールは禁物。怪我だけはしないよう、調整を進めてほしいですね。12球団トップクラスといっても過言ではない、タイガース投手陣の争いからも目が離せません。今回の動画もご視聴いただき、ありがとうございます。阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。